さあ前回巨人にぶん殴られてこの眠り竜の島にやってきました。では今日はその続き行ってみましょう。さあムーアランド、なんか潜ってる敵いるけど、まあそんなことはね置いといて探索をしていくんですが、だいたいここは何なんだ。そもそもどこに何があるかわからんし、なんでここに来てるのかも分かってないんだよね。うわ、人っぽいやつがいる。やっべ。じゃあちょっと三日月から行こう。さあ、お、これか。今秘宝をつけてて、強ブロックとかジャストガードだよね。ジャストガードとか攻撃の際のねジャストが分かりやすくなってるっていうものをつけてるんだよね。じゃあこれも きっと、あ、間違えた。これは完全に間違えました。そう、出た。でこれ集めて、よし。で、あの星が出ると、あのちゃんと決まったよっていう、なんだろう、そういうのが分かるようにのスキルをつけた、秘宝をつけたんですよ。まあ、秘宝ってこれなんですけどね、この先制のフレアってやつですね。強ヒットか強ブロックが決まるときらめく星が飛び出して入力タイミングが正しかったことが分かる。でもう一個、語り部の守りってあるんですけど、これは戦闘が簡単になってしまうのでつけません。まあまだまだね、戦闘がやばいと感じてることはないので、まあ大丈夫でしょう。何これ、時の流れに削られ、ルーンはほとんど読めない。ルーンってこの世界の文字のことかなんかかな。さあじゃあ先を急ぐんですが、なんだこれ。うわ、何かを使うと何かが起こるんだけど、何を使ったら何が起こるかが全くわからないので先を急ぎましょう。敵の攻撃ね、ガードしてもそこそこ痛いんだよね。パワーベルト発見。でもやっぱ攻撃的なものはそうだね、バリアにつけたいね。他の2人が特にね、回復のスキルを持ってる以上、あの攻撃的なスキルはバリアに渡したいんだよねって言ってる間に、なんか来たね。もうやばいってこいつらマジで。お、なんだここ。ここか。表現がもろそう。上から飛び降りたら壊せるかも。じゃあ上に行くんだけど、この洞窟とかを通っていくのかな。さあしっかりこういうのも回収して、もうちょい上かな。一番上まで行く感じかな。芋も取ったね。よし、ジャンプ。ふう、なんか鉱石とかあるけど違うのかな。これは単にこっちから地表に出れるってだけだと思うから、こっちじゃないね。進むべき道はこっちか。なんか取れそうなんだけどね、この鉱石ね。そういうわけじゃないんだね。この辺もありそう、なんかありそうなんだけど、あるわけじゃないのか。よし、出てきた。あの宝箱取りたいな。なんだ、何をすればいいんだ、何をすればいいんだ。お、何をすればいいんだ。ここはもうあいつら叩かなきゃいけないじゃん。めんどくせえな。あ、なんかいきなりアタックできた。それ、そういうのもあるんだね。うわ、やだなこれ。おっしゃー。で集めてから陽光弾を真ん中やると結構いけんじゃね。オッケー、爆弾投げ、やば。あー、くそ、うまくいかなかったな。でももう虫抜きだろこいつら。ほら、もうあとはやるだけだ。じゃあ先に回復を入れてから
スキル回復を入れてからこれで終わり。よし、だんだん分かってきた。でボチャーンと降りて泳げるからこっち側に渡るのか。あ、キャンプがあるからちょっと休んでこう。さあ芋も回収して、左に行く方法を知りたい。左で何かしたいんだよ。普通に宝箱もあるな。なんか素材っぽいもの見つけたな。あ、ここは別に通れないんだな。特に何かできるわけではないのか。じゃあこっち側だな。このルーンも読めないね。水辺も行けるんだよな。水辺、まあ水辺に行ったからって何があるわけではないんだけど。でまたモグラたちがいるよ。やだね。あそこ降りるんだな。まあ今何にもできないけど、ちょっとガードがむずいな。さ、何をあげるかだよな。防御力上げてえな。防御力上げてえな。仏棒。あー、仏棒。何がいける？仏棒。ちょっと全員仏棒あげた。あのね、脆すぎる。ダメージが辛すぎる。今必要なのはそっちだと見た。お、やばい、ちょっと HP が足りない。ここなんだ。多分さっきのなんか緑のクリスタルを持ってきてはめるんだろうが、あれを通る手段がわからないね今んとこね。それなんかそういうギミックがまだ残してあるのは、後々またここは来ることになるのかな。だからまあギミックはあるけど今は解けない感じになってるのかな。ちょっと待って、今何をもらった？岩の蓋。あー、ガールの攻撃の方か。そうだね。よし、鍋の蓋じゃなくなった。で下から行くから、ここはここ中入ってく感じかな。もういいて、いいて。ひぃ、つらいわ、死ぬかも。いや無理よこんなの。あー、つらすぎるわこれ。上上がりたいなーとか思いつつも、これは行き方が多分違うんだろうな。こっから行くんじゃないんだろうな。ちょっとか戦うの勘弁なんだよな。逃げたいな。ああ、とりあえず抜けた。とりあえず抜けたけど、多分こっち側じゃねえんだな。これ何？湖は何があるの？魚釣れるだけ？なんか釣りができるみたいな話してたけど、じゃあちょっと釣りもやってみるか。竿を投げる。おおおお。何何これ、ちょっとわかんない。リール、説明が少ない。こう合ってる？これなんか今ダメな気がするな。今巻いちゃいけない感じがあるな。あ、オッケーオッケー。赤い時は巻いちゃいけないんだな多分な。いやー、そうなんだけど、赤い時しかないんですけど。赤しかないんですけど。違うの、こうだね。いや、遊び方あるんだけどさ、釣りね。その間に魚いるぞ、長押しで手繰り寄せますと。ゾーン外にいる魚時に魚を手繰り寄せると糸が切れてしまうので注意しましょう。特に意味が分かんない。あ、この水流のとこか。ここにいる時に引き寄せればいいってことね。
あー、分かった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 、大丈夫大丈夫、いけるいけるいける。切り身にします。あー、なるほどね。はい、慣れてきた。はい、切り身にします。切り身しかねえのか。まあ、こんなもんでいいか。うわ、ドラゴンおるやんけ。で、こっちじゃないようだから、あれ、ちょっとあれでも戻りますか。あ、宝箱取れた、やったー。レシピが入っただけだけど、じゃあ先行こう。あれ、向こうに誰かいる、誰がいるんだ。うわー、なんか、あ、解読、石板解読してる人かな。めっちゃ真剣に見てるな。道を尋ねてみよう。取り込み中っぽいぞ。平気平気、僕に任せてよ。こんにちは。そのでっかい石って何かあるの？そんなの、これを見て。これってまるで、いや、きっと僕の思い違いだ。ゴホン、それでこの石がどうしたわけ？実に不思議だわ。こうしたルーンって私たちが知ってる最古の文字なの。この人は呼べるのかな？私たちって？もちろん旅の歴史家たちよ。まあ、その生き残りのね。たまげたな、君って旅の歴史家なの？はじめまして、僕はガール、オレオレ戦士さ。はじめまして、私はチークスよ。そっちの友達はいつもこんなに無口なの？はは、まさか、バレアとゼイルは楽しい奴らさ。ただ、長いことお空にこもって勉強したもんでね。まあ、言ってることはよくわからんよね。魔力をたたえた紙に、魔法の衣も。おっ、四天王戦士っていうのを知ってるのかな、この人は。怖っ、ちょっと怖っ。あなたたち四天王戦士ね。私はやっぱりだわ。いっぱいあって、どれか読むの。はい、もう飛ばします。旅しの歴史家たちの親友たちよ。そのなんだか勝手に盛り上がってるし、あ、ガールも顔負けだ。さ、チークスが話があるって一度聞いてみない？ええ、どうしたの？説明が難しいんだけど、それって私の本のことで。そしたらさ、今夜は僕らと一緒にご飯を食べない？ここってキャンプにもってこいの場所だし。え、どうしよう。遠慮しないで、お客さんなら大歓迎だよ。あ、それにガールは料理の天才なんだ。なんせお料理選手だからね。だったら、あれ、わかった、ありがとう。なら決まりね。今すぐ熱々のシチューを作るよ。まあ、仲間に泣きそうなキャラだよね、チークスね。食事をありがとう、ガール。本当にお料理が上手ね。口に合ってよかった。またいつでも食べに来てよ。なら、あなたは最後の旅の歴史家なの？今となっては最初の歴史家とも言えるかな。グリモアの書が全て焼かれてからだいぶ経つしね。グリモアの書ってなんだ？なんだって？グリモアの書よ。旅の歴史家が必ず持っているもの。正しくは持っていたかな。物語を枝した異物に触れると勝手に文章を綴っていく魔法書のことよ。すげえ。旅の歴史家の務めは、新たな弟子に引き継ぐまでにグリモアの書をなるべく多くの物語で埋めること。以前は大勢の歴史家がいてギルドもあったけど、今となっては私一人だけ。それでその話っていうのは、
どうぞ続けて。その旅の歴史家にとって自分たちを守ってくれる冒険家の存在は何より心強いものなの。お金はあいにく払えないけど、皆さんが異物を探すのが嫌でなければ私が喜んでその物語を聞かせてあげるわ。物語ね、それって楽しそう。けどあなたがいつも旅をしているならどうやって連絡を取ればいいの？あ、そこはご心配なく、皆さんがキャンプを張ったら2秒でそこまですっ飛んでくから。どうやってだよ。物語を伝えるにはぴったりの場所だし。焚き火を囲んで物語を聞くって僕乗ったよ。よかった。どこかで異物を見つけたら私に届けてくれるだけでいいの。そしたらグリモアの書が反応するか見てみるわ。今までに見つけた物語の数は一つだけ。私が見つけたグリモアの書は白紙だったから。けどそれでいい。私が物語でいっぱいにするつもりだし。その意気さ。グリモアの書が最初に物語を綴ったのは、私が振り向けしい海賊のイヤリングに触れた時だった。そこでこれが本物のグリモアの書だって気づいたの。とっくに滅びたと思ってたけど。どういう物語なの？ベスパイタン号っていう幽霊海賊船の話よ。ひぃ、なんなら読んであげるからいつでも言ってね。でチークスに行ったら物語が聞けるの？まあ一応初回だしね、聞いてみましょうか。さあどんな物語だ？なんか BGM 変わったな。記録に残ってる魔術や呪詛の中でもベスパイタン号の呪いほど恐ろしいものは少ない。事件は今から数世紀前、とある海賊の一団が大海原を牛耳っていた頃に起きた。彼らの船長はストームコーラーの名で知られ、史上最強と思われた風魔同士で、風魔同士かな。一行の航海士たるホーテンスは類いまれなる洞察力で名高い船乗りだった。この二人が操る船は光よりも早く大海をかけると称えられた。あまたの冒険と向かい、巨万の富を手に入れた海賊たちだが、ある日恐れていたことが起きてしまう。音楽を何よりも愛するホーテンスが海賊生活から足を洗うと宣言したのだ。旅先で待つ真の財宝を欲していたストームコーラーは彼女の決断を重く受け止め、許しがたい侮辱とみなして風を読むのをやめてしまう。こうして船は大海原のど真ん中で動けなくなった。我らの航海士が愚かな考えを改めぬ限り、我々は一生ここに足止めとなろうとストームコーラーは吠えた。だがホーテンスの決意は揺るがない。二人の睨み合いが何日も続き、船員たちは懸命に和解を訴えたが、最初に辛抱を、次に食料を失い、やがて飲み水も失ってしまう。そんなある日の日没後、空腹と喉の渇きに耐えかねた海賊たちは船長に廃棄を翻して船から突き落とした。海底へと沈んでいく中、ストームコーラーは船員たちに永遠の牢獄の呪いをかけた。そんなことできるの？その悪夢の海の中で彼らは未来永劫にわたり危険な嵐に苦しめられるのだ。数世紀に及ぶ攻めくが続き、船員たちは一人また一人と正気の失い、やがてホーテンスだけが取り残された。悪夢の海での戦いは今はなお続いており、ストームコーラーのおぞましい像が航海士の強靭な意志を打ち砕かんとしている。いずれはストームコーラーの怒りが船を沈めてしまうという者もいれば、最後に笑うのは不屈のホーテンスだと信じて疑わない者もいる。言い伝えによれば、ホーテンスは一日に一度ほんの数秒間だけ、最初に呪いがかけられたまま、まさにその時間に短い自由を得られるらしい。それからというもの、夕暮れ時に現れる伝説の幽霊海賊船を見たという船乗りや漁師たちの証言は後を絶たず、その船はいつからか、白母の幽霊船、ベスパータインと呼ばれるようになった。船内の財宝を探し求める輩も時に現れるが、大半の船乗りは悪夢の海に飲まれることを恐れ、夕暮れ時には決して船を出さないそうだ。おしまい。以上？何にも語ることないの？なんかのヒントこれ。そういえば時を操る能力を持ってるから、もしかしたらその船見つけて
呪いをかけられた一瞬だけ自由になるんでね、助けたらいいことあるかもしれないね。これはいいことを聞いたかもしれない。あの後に何か役立つかもね。じゃあ料理するか。何作る？でもあのめっちゃ使ったんだよここ来る間に。これあお魚ね、お魚ちゃんと釣ったからね、釣っといてよかったわ。香味フィレ2個作っとこう。ちょっと HP 上がってきたから回復量が足りないんだよ。あとはまあこんなもんでいいかな。じゃあ休んで寝よう。みんなおやすみー。船でレストへ？リフトがあんな状態だと厳しそうだけど、皆さんならきっとなんとかするかな。どっちへ進めば？山道に沿って東へ行くだけ。しばらく同行していい？私もそっちに用があって。いいとも、旅屋は賑やかな方がいいしさ。お、あ、これは同行者枠か。ゲストキャラだね。ゲストキャラもいるんだね。よし、じゃあ先を急ぐか。同行者は戦ってくれないのかな。いや、なんか、まあ、とりあえずなんかあるけど、とりあえず敵を倒そう。よし、さあこれよ。これ多分ここで何か使ったらいいんだけど、まあ、まずはここ。これだと何が起こってるんだ？一応ね、これで何が起こってるかが分かんないんだよ。こっち行ったら分かるとかでもないんだよな。ちょっと変えてみるか。わかんねえ。何が違うんだ？なんだよあいつ。うわー、戦うのかこいつ。いや、話しかけるのか。ワンダラ、山はいい。山は人生だ。あいつなんやねん。あ、待って、あいつ昼にするとなんかあるとか。ちょっと昼に話しかけてみよう。よう、ワンダラ。まったくしつこいな。ほら、これを持ってけ。関係なかった回数だった。いやー、この辺も分かってないんだよな。分かってないだけで分かりようがないだけかもしんないけど。あ、でもとりあえず山を降りれるみたいだ。ここさ、壊してくんね。そういうわけにいかないか。で、すごいよこれ。竜が巻きつく町だよ。石工の村かな。なんか慌ただしいな。長老が戻らない。モグモグリかな。マルコマットに皆殺しにされる。モグ誰それ。逃げる。モグ誰。モグ、助けに来たモグか。もちろんだよ。二人は四天の戦士だからね。ちょっとガール。けど本当だろ、困ってる人を見捨てられないし。何があったんだ。邪悪な土の魔導士マルコットのやつ。モグ、あしらはこっちのちっぽけで、ん、このちっぽけで平和な村で鉱山の風穴を管理してる。モグ、風洞かな。眠り竜を眠らせる旋律が途切れないよう、風洞の詰まりを取り除くのがあしらの役目。目、それはまずいな。ところが鉱山が丸子マットに乗っ取られて誰も中に入れない。目よ。それに眠り竜が目覚めちゃったら世界は終わっちゃう。目、大変だわこれ。ほんと一大事だわ。おまけに丸子マットが風洞を塞いで、おえん大リフトの風車が回らない。目だからブリスクへ助けを呼ぶ
ん、なんだ何、だからブリスクへ助けを呼びに行くにも行けないもぐよ。そのうちきっとマルコマットの魔物が鉱山から溢れ出してくるもぐ。そうなれば、そうなればこの村は終わりもぐ。安心して、助けてあげる。それからどうなったの。長老がマルコマットを止めようと鉱山に入ったもぐ。けど待てど暮らせど戻らないもぐ。入り口はどこだ。村の一番てっぺんもぐ。けどマルコマットは恐ろしく強いもぐよ。それは怖いな。心配しないで長老さんを探してあげる。邪悪な魔導士を殺し始めてやるぞ。あ、よかったもぐ。ありがとうもぐ。大丈夫かな。みんな荷造りをやめるもぐ。土の中から出てきた。こちら支店の戦士さんたちがすべて解決してくれるもぐよ。長老ももぐ戻ってくるもぐ。マルコマットにも殺されないもぐ。やったもぐ。気早いなお前ら。まだわからんねえぞ。そしたらあとは任せるね。この村には学ぶことが山ほどありそうだし。結局こいつ何もしなかった。本当に何もしなかった。何だったんだろうこいつ。何これ。あ、これがリフトか。ただ今このリフトは動かせないよっていうことだよね。じゃあこのリフトを動かすのが目標か。なるほどね。そのために、おお、いるじゃんチークス。マルコマットが風洞を塞いで風車が止まった僕。井戸の水が枯れちゃったもぐよ。なるほどね。ただ村があるってことはよ、村があるってことはショップがあるんじゃないの。ここショップじゃないの。ショップですか。あ、宿屋か。え、休んだ方がいい。休んだ方がいいな。よかった、宿屋はタダだった。よし、ショップはどこだ。ショップを探せ。お前か、ショップ。そこの壊れたドアを修理するのに道具が必要なんだ。モグがその道具が奥の部屋にあって入れない。モグ、向こうのレバー動きそう。モグしてし、うん、モグしか。なんとか向こうまで行けたら別の入り口を探してみるね。それは助かる。モグ引っかかっとるね。まあ、それはいいとして。あれだな。絶対ここだな。はい。あ、キノコ取れた。ここキノコあんのか。キノコ汁作れんじゃん、これで。ほら、やってきた。まあ、宝はいただいたけどな。これなんだっけ。あ、換気アイテムだった。今を取ったのは。はーい。開けてきたよ。よくやった、モグぞ。宝箱は無事だった、モグか。は、今のは冗談、モグ。足にできるせめての俺、モグよ。本当に助かった、モグ。よかった、許された。ここ、ショップかな。あ、ショップっぽい。来た、ショップ。何しよっかな。コインスモックは今すぐ装備で、まずいらなくなった防具を売りましょう。で、換金アイテムも全部売りましょう。で、装備は全部買いましょう。うん、今今できるマックスはできたようだ。あ、うわー、どれにする。アダマンシャード、通常攻撃が連撃になる。第6巻、一定の確率で自動的に強ブロックが決まる。これも欲しいな。スキルを栄翔中の敵に追加される防御効果を無効化する。はあ、守護神オーラ、受けるダメージが減る。これが一番欲しい。とりあえずこの2つ買っとこうかな。進撃のペンダントはとりあえず置いといて。これさ、秘宝ってさ、難易度を下げたい方へ、受けるダメージが 30% 減長する。通常攻撃が自動的に強ヒットになる。確実に追撃を与えられるのでロックを壊しくなるが、強ヒットの威力上昇効果は 50% 減する。ダメです。
うわ、難易度は避けたくないな。難易度は下げたくないので、いや、やっぱダメだな。秘宝はあまり使わないようにしよう。ぬるゲーにするのは良くない。じゃあこれで準備はまあ一応万端かな。よし、町のさんと探索はこんなもんかな。じゃあ早速行きましょうか。マルコマットを倒しに。そう、うんと、安全上に注意、飛び降り禁止って言ってもな、もう降りる方法が飛び降りしかないもんな。行ったり誰、長老かこいつ。あなたが長老さん。いかにもそうだ。君たちは視点の戦士だ。マルコマットを倒しに来た。おお、なんたる方なんだっけ。ああ、業界だっけ。状況を詳しく聞かせてくれる。それがよくわからないんだ。わしはただ想像しいのに耐えられず逃げてきただけ。ところが逆に鉱山をなんとかするもんだと勘違いされてしもた。ゆえにここから動けんのだ。鉱山の奥へ向かうのも、手ぶらに皆の元へ帰るのも同じくらい恐ろしい。心配ないって長老さん、僕らがなんとかするからさ。心からそう願っておるよ。気をつけるのだぞ。マルコマットは恐るべき魔導士だ。わーん。